こちらデュッセルドーフの名物、スケート場になります。ここももちろん 2G 枠を打ってる人が楽しめる、スペースになっています。こんな茶番が普通に受けられています。なぜ打っていないと娯楽に一切参加できないんでしょうか。みんな若い人多いですね。たとえ打ったとしても健康でいてほしいなと私は思います。